2016年7月4日月曜日午後1時、全日空5便でロサンゼルスを出発。8700キロを11時間10分。13時過ぎ、ロサンゼルス国際空港を出発。13時半、ロサンゼルス沖を北上。13時40分、ロサンゼルスの北200キロ、ソーダーレイク。翌7月5日火曜日、16時30分、成田着。同日、成田より羽田へシャトルバスで1時間。乗り継ぎまで約5時間、ANAのラウンジで休憩。食事も飲み物も設備も充実のラインナップ。日付は変わって7月6日午前0時50分、全日空203便で羽田を出発。9500キロを12時間5分。同日午前6時、ルフトハンザ着。同日午前8時55分、ルフトハンザ1214便でフランクフルトを出発。同日午前10時5分、ジュネーブ着。午前8時40分、ルフトハンザ1214便に搭乗。午前9時11分、ルフトハンザ近郊。ハートのマーク発見。午前9時13分、川はライン川です。午前9時45分、レマン湖南岸を東南に、対岸に日本が見えます。午前9時50分、ジュネーブ近郊です。ジュネーブのシンボル、大噴水が見えます。ジュネーブ空港が見えてきました。空港よりレンタカーでジュネーブ旧市街へ。ジュネーブです。ジュネーブはレマン湖南西岸に位置。チューリッヒに次ぎ、スイス第二の都市。フランス語圏に属し、ジュネーブ州の州都。多くの国際機関が所在する世界都市です。人口は約19万人。レマン湖西岸のジュネーブ。川はローヌ川です。ローヌ川の河口、モンブラン峡を渡り旧市街へ。車は地下駐車場へ、そしてリブ通りのマクドナルドで昼食後、旧市街へ。
旧市街フォンテーヌ通り。回転木馬がありました。大聖堂の屋根が見えました。旧市街フォンテーヌ通り。旧市街ホテル・ド・ヴィーユ通り。紙切りのお店がありました。サンピエール大聖堂を目指して。サンピエール大聖堂です。今日では改革派教会、キリスト教宗教改革の本拠だった教会です。毎年夏にドイツのプロテスタント司祭が出席し、ドイツ語とフランス語のサービスが行われるそうです。再びフォンテーヌ通りよりリブ通りへ。ジュネーブのシンボル、大噴水が見えます。
論寿丸広場へ。ちょうど昼時、たくさんの人が食事をしていました。ローヌ川河口のプロムナード・デュ・ラックへ。ローヌ川はスイスのローヌ氷河に源を発し、レマン湖を経由してフランス国内に入る。ローヌ川源流とローヌ氷河、氷河は稜線の向こうです。全長812キロのうち、スイス国内は231キロ、フランス国内は581キロ。主としてフランス南部を流れて地中海に注ぐ唯一の川です。たくさんの白鳥が迎えてくれました。ロール川の歩道橋、ベルク橋。花のアーチがありました。ベルク橋を渡り、ベルク通りへ。機上から見えていた大噴水。レマン湖からローヌ川へ流れ下るきれいな水。ベルク通りよりモンブラン橋へ。大噴水は市の最も有名なランドマークの一つです。世界で最も大きい噴水の一つです。ジュネーブの上空10キロを飛行した場合でも確認できます。水は時速200キロの速度で噴射されます。
毎秒500リットル、132ガロンの水が高さ140メートルまで噴出。モンブラン橋を渡り、アナドケイへ。1814年、ナポレオン帝国崩壊後、スイス連邦にジュネーブが復帰した記念として建てられた銅像です。花時計から地下駐車場へ。スイス・ジュネーブから南フランス・プロヴァンス・マノスクへ。ジュネーブより339キロ4時間、マノスクへ。14時半、ジュネーブを出発。A41 号高速を南下。15時20分、ジュネーブから90キロ、シャンベリー付近。17時34分、ジュネーブから200キロ、E712 号線。前方はベルコール自然公園。18時24分、ジュネーブから280キロ、シストロン。19時19分、ジュネーブから300キロ。マノスクへ30キロ、A51 号高速。19時40分、3連泊の宿、ホテル・ラ・プロヴァンスへ到着。